ちは、ゆめすけです。最近友達5人と競争しようぜという話になり、一人の友達が俺に一緒にゴールしようなと言ってきたので、ゴール直前で抜いてやるよと思っていたら、そいつがスタートから全力で走ったので、もうあいつのことは信用しないことに決めました。はい、ということでね、今日はねデュエルマスターズプレイスやっていきたいと思います。デュエルを始める前に、少しの間投稿が遅れてしまい誠に申し訳ございませんでした。少しね事情がありまして、編集や投稿する時間がなく、少しね投稿ができなかったんですが、私のチャンネルはねこれから週1投稿を、ね、目指してこれからもやっていきたいと思いますので、ぜひご視聴してください。そしてねもう一個お知らせがあります。今後ね実況するゲームは少し変えようかなと思ってます。まだ3本しか上げてないのにもう変えるのみたいに思っちゃう方がいらっしゃるかもしれないですけど、6月12日にね新しくリリースされた新信長の野望っていうゲームをやりたいんですけど、ちょっとまだ動画投稿のあれとかがガイドラインが確認できてないので、まだやるかわからないんですが、そっち系を やりつつね、このデュエマのねデュエマとこういう感じで動画を作っていきたいかなと思ってますので、マリカンの動画は上がらなくなるかもしれないんですが、そこはね少しね私の気持ちを考えてくれると誠にありがたいです。はい、それではねデュエマやっていきたいと思います。私のねデュエマはね何年前だろうな、3年ぐらい前ですかね、やっていたんですかね。このアプリでデュエマがあるのを確認してね、ちょっとやってみようかなと思ったので入れることにしました。私のデッキはですね、光属性、火属性、闇属性の3つの属性を使っているので、結構なんだろうな、文明がね揃ってないと出せないデッキが多いんですけど、結構強力なカードはね最初の方にしては、初心者の方にしては、ね、入れてると思いますので、しっかり楽しくね今回もデュエマ実況していきたいと思います。今の盤面で言うと、敵がブロッカーを出しつつ、こっちはバルディオスっていう進化クリーチャーがいるので、この剣界タイラーの上に進化させるっていう感じ で結構このデッキっていうのはファイヤーバードとドラゴンっていう種族、この2つの種族を中心に作っていますので、それの召喚コストを下げれるホッコリピアを出しました今で。なんで今剣界タイラー攻撃しなかったのかっていうと、剣界タイラーはパワーアタッカーで3000もプラス2000攻撃するようにできるんですけど、このブロッカーにバトルで勝つことができるんですけど、今までにこの2500のクリーチャーに破壊されるとバルディオスが進化できなくなってしまうので、バルディオスを進化用に今残しておきました。さあ、ではベルベットフラワーをマナチャージしてバルディオスを出していきたいと思います。バルディオスを進化、これ進化できましたね。これが6000ダブルブレイカモンとバルディウスを召喚しました。ここは一回特に能力ディクリーチャーないので一回ダブルブレイクしていいと思います。ブロックも来ませんでしたね。はい、シューチェックな、いいですね。コッコリピアとバルディウスが出てるってことは、結構バルディウスで攻撃しつつドラゴンとかが来た時にドラゴンを出す準備もできているので、結構序盤ではいい感じかなと思います。では敵のターン、敵はまだなんか4000とか5000以上の、ね、強いパワーアタッカーできませんが、結構小型クリーチャーなので、結構一気に行かれるときはこういうときは行かれちゃうので早めに倒してきたところですが、シードトリガーなしですね。サンベリーブレイク来ましたね。地獄スクラッパー、地獄スラッパーっていうのは敵のクリーチャーが合計が5000以下になるように選んで破壊します。今回はね2500が2体いるのでちょうど5000なので、この2体を破壊していきたいと思います。はい、ということで私のターンになりましたが、敵に今ねブロッカーが2体いる状況で、結構ねスピアタとかね入れてるので、それ系が来ればいいかなと思ってドローなんですけど、来ませんでしたね全く。ではここで、ベガを出していきます。ベガの能力は敵の手札を1枚捨てて、それで自分のシールが1つ以下なら自分の手札から1枚もシールが能力で、これで敵はもうないですか、シールじゃない手札がもうないので、結構出すクリーチャーとかマナゾーンのやつもかけられてるんですけど、ここは結構バルディオスに出して、で敵の2マナの、このブロッカーは機械闇のクリーチャーがマナゾーンに出た時にパワーをどんどんマイナスしていくので、次もし僕が闇か火属性を持った私の国に倒れてしまうので、結構そんな考えなくていいかなと思います。パイロンが出てきて、ただねここ敵ダブルブロッカー出してきます。このターンで決めきらないとなかなか難しいかなと思います。
で、これコメントチャージできましたね。コメントチャージャーっていうのは敵のブロッカーを1体6000以下の敵ブロッカーを1体破壊するっていうものでいいですね。結構、もう今デッキに入れてないんですけど、結構なんか要所要所で重要になってくるのでいいですね。では、勝負を決めに行きましょうかね。今これはあれですね、パイロンの能力確認します。ジェニーをマナチャージして、まずベルベットフロー召喚。これね、先ほどの言ったこの左のブロッカーの、あれがゼロになったので破壊され、でこの2000の、ね、ブロッカーもこのコメットチャージャーで破壊することができます。これでね、実は私のバトルゾーンには攻撃できるクリーチャーが3体で、相手のバトルゾーンにはね、1体もクリーチャーがブロッカーが誰もいませんので、トリガーが出ない限り勝利になりますが、ありませんでしたね。ということでね、今回第1戦目は見事勝利することができました。いやーでもね、このバトルは結構順調に進められてて、ポックルピアとかも結構早めに出せたので、ドラゴンとか来ても結構有利に戦いを進められたかなと思います。そしてね、ちょっと視聴者さんに1個聞きたいことがあります。動画の冒頭で少し実況するシリーズを変えるといった風に言ったんですけど、新信長の野望は、まだ出過ぎたばかりで動画投稿ガイドラインが出てないのか、でもこういうテクモゲームズは全体として OK しているのかな、動画投稿していいのか、YouTuber なのによくわからないので、教えていただけるとありがたいです。コメント、どんどん送ってください。それではまたねー。